さあどないやろ。お前らがあいつのことは頭だのなんだのうるそういうせいで、あいつ一番 AT で大事なもん忘れとったように見えたんでな。一騎様、ここはなんだそれ。着替えです。ちょっと待て、まさかそこに俺の服。え、はい、預かってますが。なぜ黙ってた。え、なぜって、その格好がお好きなのでは。バグト、疲れんだよおめえらのいたずらは。なんだ、すっげえ似合ってたのに。バック、それを着たら決めるしかねえぞ。あないな空をつかむ力、AT 初めて2ヶ月やそこらの人間が持っとるもんやない。あのガキ、いつあんなもん手に入れたんやろな。一騎さん、頑張りでし。圧倒的アゲインストのギャラリーまで味方にしちまうとはな。次に彼が飛んだ瞬間、彼は空の王に挑む資格を得て、ジェネシスの正統後継者となる。それも日本中、いや世界のライダーが注視する中で。今のカラス君にそんな考えはこれっぽっちもないわ。でも今彼を飛ばせたいって思っている私たちの気持ちはきっとカラス君にも届く。一気に、お、立つのかよ。見たろ、前にさ。あいつがあの顔したら心配ないってことさ。ぐっちゃかぶってるよ。なるほど、そういうことね。見た見た、思い出した。小柄ズマラー、そうだよ、きっとあの時だよ。一気が初めて空と出会ったんです。そしてあの時から、一気飛んでる、飛んでる。一気はいつだって私のヒーロー。リンゴ、見てたかよ。リンゴ、俺様今人類超えてたよな。バーカ。エアギアはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。